こんにちは。町の昔の面影にも思いを馳せながら歩く猫散歩です。今回も東京渋谷区の代々木八幡の街を歩いていきます。そういえば直木賞を受賞した小説家の平岩弓枝の生家は代々木八幡宮でしたが、最近では新海誠監督のアニメ映画秒速5センチメートルで代々木八幡宮が描かれているため聖地巡礼の地になっています。また代々木八幡周辺に大使館が多く、ベトナム大使館、ブルガリア大使館、ラトビア大使館、ニュージーランド大使館があります。それでは散歩をスタートしていきましょう。連平城、ワシントンハイツ、選手村、様々な変遷を経て誕生した代々木公園です。もともとは1909年に旧大日本帝国陸軍によって整備された軍事練習場が代々木連平城でした。1910年12月19日に徳川義俊陸軍大尉がアンリ・フォルマン式服用機で4分間距離3000メートル、高度70メートルの飛行に成功しました。ついで日野熊蔵陸軍大尉がグラデシュ機単用機で1分間距離1000メートル、高度40メートルの飛行に成功しました。共に軍公式の飛行試験において日本で初めて飛行機による飛行に成功しました。大と兄弟が飛行に成功してから7年後のことでした。戦後には1946年に連合国軍占領下の日本において中軍アメリカ空軍及びその家族のためのアパートが建設されワシントンハイツと呼ばれました。1964年8月に日本へ返還が行われハイツは調布へ移転しました。1964年東京オリンピックの際には選手村として活用されました。オリンピック後に再整備されて1967年に代々木公園として生まれ変わりました。敷地面積は54ヘクタールです。現在公園は日本航空発祥の地として記念碑があり、さらに選手村記念碑もあります。公園の南部分にスタジアムを作る代々木公園スタジアム構想があるそうです。誰もが知っている有名な小学唱歌、春の小川の歌碑です。かつて渋谷区を流れる宇田川の上流、明治神宮と代々木公園の西側、小田急線に沿って甲船川が流れていました。名の通り、甲船の花が咲いていたそうです。春には岸辺にレンゲやスミレが咲いていました。大正、昭和初期には田園風景が広がっていたそうです。1909年、明治42年から代々畑村に住んでいた国文学者の高野辰之は春の甲船川を散策して春の小川を作詞し、1912年、大正元年に発表し、小学唱歌となりました。現在、小田急線沿いの代々木5丁目65番に春の小川歌碑があります。1964年、東京オリンピック開催に向けて、下水道を普及させるために、甲船川は暗渠となり、下水道千駄ヶ谷幹線となりました。歌碑は、春の小川プレイパーク内にあります。
つて代々木八幡周辺は宇田川に甲船川と初大支流と富ヶ谷支流が合流する場所になっていました。現在は宇田川の一部が暗渠になっていたり埋め立てられたりしています。山手通りのガード下の八幡橋下トンネルには春の小川をモチーフにしたペインティングが施されています。これは2003年に旧武蔵工業大学の小林重雄氏が中心になって地元の小学生たちと一緒に描いたものです。落書き防止策でもあるそうです。宇田川遊歩道は奥渋谷から渋谷の中心地へ続いています。遊歩道沿いには隠れ家的カフェが多く、お散歩の小休止にぴったりです。2003年といえば六本木ヒルズが完成したんですよね。スマップの世界に一つだけの花が大ヒットしました。宮崎駿監督のアニメ映画千と千尋の神隠しも空前のヒットとなりました。韓流ドラマ冬のソナタが大ヒットし、冬ソナブームが起こりました。地上デジタル放送も始まりました。劇団青年座は創作劇の上演を首位として1954年5月に10人の俳優によって結成されました。同年12月に俳優座劇場にて第1回公演となる椎名林檎作第3の証言を行いました。多くの劇作家と共に数々の創作劇を積極的に上演してきており、日本演劇界を牽引してきた劇団の一つです。現在、高畑淳子や山本隆二をはじめとして多くの俳優が在籍しています。外部からの移籍組には石丸健二郎、久保塚俊介、長谷川紀夫、藤吉久美子、中村綾、渡辺一慶がいます。かつて所属していた俳優には竹中直人、杉田薫、島本すみ、林家正蔵、南野陽子、鈴木浩介、加藤和子、渡辺典子らがいました。駅からも代々木公園からも近くて便利な銭湯八幡湯です。代々木八幡駅からも代々木公園からも近いので、スポーツやお散歩なので汗をかいた後に体をさっぱりさせたい時に便利な銭湯です。代々木公園を走ったランナーたちがグループで訪れることもあるようです。お風呂には天気絵があり、昭和レトロ感も味わえます。サウナは女湯だけにあります。東海大学附属防政高等学校です。私立の広域通信制単位制の高等学校です。東海大学附属高等学校通信教育部として発足し、1959年に独立しました。2学期制で春と秋に入学できます。校名の防政は東海大学の建学の精神である若き日に何時の希望を星につなげから由来していて、創立者の松前重雄氏の思いが込められています。2021年4月に新校舎が完成しました。卒業生にはカホ、エイクラナナ、吉根京子、えなりかずき、一色さえ、吉武レオ、立花とうい、栗原るい、高橋リオン、戸川京子、松井直美、ひとみ、高山瑞希、川村若菜、中村恵里子、
増本優子、楓、ジル、松本清代、その他プロサッカー選手らがいます。富ヶ谷小学校です。1931年昭和6年に開校した古い歴史のある小学校です。2017年から東京オリンピック・パラリンピック教育アワード校に指定されています。富ヶ谷小学校がある渋谷区出身の有名人、東京の有名人をみんなで応援しましょう。門松俊樹、瀬川玲子、井上純、坪田瑠衣、広瀬陽子、大山信代、国久保弘子、速水もこみち、さくらあやね、賀集院達也。代々木八幡には元気な企業も集まっています。ロコンド本社です。靴や衣料品の通販サイトロコンド .jp を運営する会社です。ジェイドグループ株式会社のグループ傘下に入っています。株式会社明治アドエージェンシーです。2020年に日東から明治アドエージェンシーに改称しました。明治グループのハウスエージェンシーです。代々木八幡にある話題のお店をいろいろ回ってみましょう。季節ごとの味に加えて福井県の素材を生かした創作料理と福井のお酒を楽しめるお店四季ご飯晴れ間です。枠にとらわれない和洋折衷の美味しい料理を楽しむことができます。ワインは自然派を中心に取り揃えています。ミシュランガイド東京でビブグルマンを8年連続で獲得しました。ディナーは基本コースになりますが、追加としてアラカルトも注文できます。代々木公園西口から近い場所にある人気のグルメバーガーショップアームズです。店内は木のぬくもりを感じられるオールドアメリカンスタイルです。ハンバーガーのバンズはふかふかで柔らかく、パティは肉汁の旨味で溢れていてめちゃくちゃ美味しいです。ちなみにペットの入店も可能です。代々木八幡駅の近くにテイクアウト専門のアームズテイクアウト&デリバリーもあります。サクッとふわとろの食感がたまらないポルトガル式のエッグタルトが美味しいお店、ナタデスリスチアーノです。ナタはポルトガル語でクリームという意味で、カスタードクリームが外はさっくり、中はとろりとしてたまらなく美味しいです。塩気の効いたパイ生地を一緒に食べると美味しさ倍増です。一組ずつしか入店購入できないシステムになっていて、行列ができる人気店です。芸能人も御用達のお店です。会員制で人気のモンブラン専門店和栗屋モンブランスタイルです。唯一の和栗専門店で作りたてのモンブランであるモンブランデセルが食べられるお店です。目の前で作ってくれる絞りたてのモンブランは和栗の美味しさを感じられ、ここでしか味わえないものです。ただし会員制になっていて、2023年4月に新たに会員を募集しましたが、あっという間に定員に達して応募を締め切りました。次回の募集は2024年以降です。谷中に和栗屋本店があります。代々木八幡を歩いてきましたが、いかがでしたか。今回は2万9000歩ほど歩きました。
まだまだいろいろな発見ができそうだし、行きたいお店もあるので、また遊びに行きたいです。代々木八幡はお散歩におすすめの街と言えます。皆さんもお時間があるときに、ぜひ代々木八幡を歩いてみてください。いいねとチャンネル登録、そしてコメントをぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。